44分からかくれんぼを始めると、ごくありふれた怖い話、都市伝説のはずだった。もういいかい、ゆうとくん、どこ？これはあるかくれんぼのお話。死んでも見つかっちゃいけないよ。現場からは以上です。え、上村君ちょっと待って、ちょっと待って、上村君、これどういうコーナー？待って、お前が何とかするんじゃねえのかよ。え、ちょっと待って、いや、こんな、え、怖かったです。ちょっと待って、え、嘘でしょ。え、違うんですよ。怖かったですよ。国籍も変わるの？え、お前今こっちがどんだけ怖いか分かるか。待って、え、違う、え、本当に、いや、今までプレ放送やってきたんですけど、はい、結構これ読み終わった後結構爆笑する感じな、はい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 、コーナーだったから、はい、あ、じゃあ俺のせいだ。いや、なんか俺のせいでドンズベったみたいな。いや、本当に怖くて。え、なんで？そっか、びっくりした。1個目がもう変化球できちゃったんだね。すげえ、びっくりした。なるほど。まあ、こういう作品も送ってきてくださいよってことだ。なるほどね、笑いだけじゃなくてそういう怖いところも。なるほどなるほど。150文字でね。なるほどね、素晴らしいですね、ありがとうございます。あ、なるほど、すごいな。じゃあ次はですね、谷山さんお願いします。届いてますよ、私のところにも。上村翔が